当時当時とは中国武術における練習方法の一つで連続的な攻撃方法、防御方法、立ち方、歩き方、呼吸法、運気法などを総合的に盛り込んだ一連の身体動作である。日本武術のいわゆる型に近いが概念上、あるいは運用方法の点で差異がある。空手の型には中国武術の南波昌林拳の当時に由来する。 ものが多い。複数の技が連続して組み合わさって構成されており、当時を一度行うだけで、それぞれの技とそのつながりを練習することができる、効率の良い練習法である。多くの門派では、練習者は他の練習法とともに、繰り返し当時を反復練習する。しかし、当時はあくまでも型であるため、技の用法を練習するには、別に対人練習や、 実践練習を行う必要がある。練習者の技術力を見て取るのに最適であり、当時の演武を一度見るだけで、技量を容易に押し量ることができる。指定の間で修練の進み、具合を見たり、修正をする目的で使われる。技を部外者に見せるときにも、当時を見せる場合が多い。しかし、実践を重んずる流派では、他派は愚かし兄弟の間でも、 安易に当時を披露することはなく、見せてもわざと手を抜くことがある。特に多流派のものに見せる場合、重要なポイントを省略したり、呼吸法を伴わずに行ったりする場合もある。これは、当時がその武術の核心の一つであるため、多流派に要点を知られることを避けるためである。同じ名前の当時でも、表演用と練習用の二つを用意している、流派さえある。逆に戦わずして、 力の差を見せる場合にも利用される。表演武術の大会では、競技として当時の演武の公設が採点される。対局拳の大会などはこの形で行われる。通常はその流派のいずれかの当時を演じるが、演武者が独自に一連の技を主者選択し、次戦、当時として演じる場合もある。既のものと兵器を使ったものに分類することができるが、 両者とも名称は、当時である。制定権の技の連続を指す場合も、当時という。素手の当時がそのまま、兵器の当時に変化するものもある。サンダは、当時と対になる用語として、しばしば使われる。サンダは、柔道のランドリ、ボクシングのスパーリングや空手の自由組手のような、人と相対した状況で自由に動いて行う練習である。流派にもよるが、 当時は一人で行う肩稽古、三打は対人で行う自由対連と位置づけられ、武術練習の両輪とされる。対人戦の技術交流のために開かれる大会も、三打大会などと呼ばれ、表演大会とは区別される。ほとんどの流派では複数の当時を持っており、多いところでは数十もの当時を運用している流派も、ある。練習者の熟達につれて、習得した。 当時も増えていくのが普通だが、弟子の体格や性格に応じて子が教える当時を選び、厳選する場合もある。意見、不都市危など、当時を持たない流派も少数ながら存在する。ありがとうございます。